その人、夕べお店に来てたお客さん、なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。ずっとハルカちゃんのことをつけてたんだ。写真撮られたらまずいんだろ。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういう奴らから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん、気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。う、嘘じゃろ優太。踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら。すいません。お前がハルカと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカたれ。踊れ、心当たりがあったんじゃろうが。それをなんでじゃ。達川がハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんと、その、ゴムとかつけんかったんか。嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。
いろいろややこしい話でさ。な、そうだろう？なんじゃ踊れ。お前は舛添。なんでお前がここに。舛添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかって言うと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ、宇佐美優太は採用会の総帥老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの。老の息子はジミー・ロウは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスオエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスオエよ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と達川は
そんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが採用会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、採用会に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず脳天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供を下ろせって言ったんだよな。な。そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その接者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後採用会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。
そして組織はユータを採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる。一体何じゃ小柄な赤ん坊、本気で殺そうっちゅうか。あのロガ、そんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒雄を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕ん中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒雄に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、
喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら斎王会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ辰川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるよう来栖会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつら、ハルト狙ってるか。クソ、なんじゃ踊れな。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。그놈은건들지마라내가직접처리한다오마이한준기난데오마이가ここに그사そこをどけ邪魔だ。Ha!
형님, 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠. 키린사, 아나타와 이런 형태로 再会したくはなかった. 今日は これで 失礼します. 유타. 아, 아니키. 하루토가 또 났다. 소리가, 오래모 도중에 하그리지마던데. 하루토는 고토가 가시라가 쓰레테 니게테마스. 음악 렌치오 흐리키테테 그레레바 인스케도. 또 났다가 와가르네테 고토가. 에. 데모, 흐미노 지무쇼데 마테레바 렌락가 하루토 모이마스. 兄貴、兄貴、俺のこと怒ってますよね、はるかさんのこと。おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。南雲、ハルト。堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと。あいつら坊ちゃんを奪った後船に乗り込みよった。船って、それじゃ追いかけらんないじゃないですか。なんでソガーにすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子がドガーになってもええんか。いいわけないでしょう。けど、俺はもう、さっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんか、バカだれ。今、イーノのやつに船を用意させとるけ。あいつは漁協の連中も、捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっております。はよ。ああ。おい、何しとるんじゃ、ユータ。何しとるんじゃ、ユータ。踊れ、うぬけとる場合か。ユータ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、南雲。ユータ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一問にもなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今、お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。
それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃお前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に変えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがそん時は二度と俺の前に面見せんな。わしが言いたいこと兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、いいのが船を出しとるはずじゃ。でも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいんです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ、早う乗れやこのバカだれ。ええじゃろ兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。
操船所が沖で浮かべとる資材があるじゃろ。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、舛添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそういうねん、田頭。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた、間違いない。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は岩見常夫だろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだ。この尾道と西洋会とのつながりです。ん？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく老はそこまで年いとらんじゃろ。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は老に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヒーハイツの密航ビジネスだよ。え？ヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ、クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヒーハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも曽川のこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配つの件にはクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか。ん？ああ、常もローと話す機会はあったろうな。そうか。それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが、兄貴。ん？これ、アジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟、那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わし、それ少し心当たりありますわ。なんなら。クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実るすか。大道寺。おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。
前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅって、オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって、どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、桐生さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。Yeah!
先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱っていますよ、キリュウさん。お前、半純気。ですが今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと。正確に言えばそれができるのは、ユータ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。太陽界の老を殺すようにとね。なんだと？ユータ君なら、父親である老を警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には、老の所在をつかむことさえ非常に難しい。実際、アジア外にあなた方が乗り込んでいったとき、あの老が姿を現したのは、実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らは、ユータに老を殺させるためにハルト。期限は3日。ユータ君も老を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかし、もしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか。まだ言葉も喋れない。一人で立つことさえできねえ赤ん坊。お前のスポーツマンシップとやらはどこに行った？男として美しくありたいとか抜かしてなかったか？くったらねえ真似する前に俺と蹴りをつける。半熟期。こっから先、お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だ。逃げずに受けろ。聞いてんのか？わかりました。キリュウさんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。キリュウの兄貴、どうなったです？今の電話、半純義からすよね？聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴、行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されない。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。すまん。ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。
正義なり。おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、桐生さん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見常雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見常雄でした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は、私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように、雄太君に牢への刺客となってもらうためです。なら、なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上、達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても責めることはできないでしょう。達川はなぜ遥をわざわざカムロ町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし雄太君を刺客として牢へ放つまでは赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば達川は彼女たちを岩見常雄の元で監禁できたでしょう。
しかし、だからこそ沢村遥はその土壇場で辰川を信用することができなかったようです。そして、뭐 하고 있는 거야? 時彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらがハルカを。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒雄の指示で動いただけです。半純義、お前がそこまで話すってことは俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですが、これで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、キリュウさん。望むところだ。これがジングオン派の最後の花火だ。待たせて悪かったな、ハルト。キリュウさん、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。
子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおも牢もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきますそれでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が